食はやばい。和食はやばい。和食はやばい。え、どんなの和食？やばい。冬はやっぱ温かいもの食べたいんで、煮物とかが多くなりますね。のつかまれるよね、え、もしかしたらみりんとか使う人？そうですね、みりん、砂糖、醤油難しいですよね。だからお袋の味やからね、あれ使えるなんてプロ。あ、プロ。あ、ね、野菜の煮物とか何煮物？大根と鶏肉、あ、シンプルな、やっぱり骨がついてた方が出汁が出るんで、すごい。手羽元とか使って、出汁が取れる。出汁が取れる。言っていいですか、はい、そういう骨付き肉って水から始めた方がいいんですよね。沸騰させる前に水の段階で入れた方がいいらしいです。ブルベリーポンタだいきなり入って。そうそう、これみんなぜひやってください。はい、煮物作ってください。煮物はいいよね。はいはい、そしてそして、まっすぐなんですか。まっすぐ手挙げてます、はい、面白いことにアイスの早食いができるそうです。頭痛くなるよ。頭特技でアイスの早食いって書いてるんですけど、うん、わざと早くしてるわけじゃなくて、うん、もうアイスが好きすぎて、うん、自然とねびっくりするぐらい早いんですよね。どれくらい早いなんかね、例えば友達とパフェとかもソフトクリームとか乗ってるじゃないですか、うん、結構アイスが乗ってるやつで大体友達と食べるんですけど、うん、その時に友達が上の部分ちょうどお皿ってコップ、はい、ってなってる、ね、そうそう、上の部分を食べ終わったぐらいに私全部食べきってました。早すぎません？早すぎません？やばいやばい。俺は早い。もうぜひもう6号館にね味わいモードがあって、そこにもソフトクリームとかいろいろあるそうなんで、もう行きたいですね。行きたいでね、食べたい、食べたい、食べに行きたい。食とアイスで、はいはい、他に何かこれがありましたか？はい、楽屋を覗いてみるとそれぞれが各自のことをしていたんですけれども、マナミンがまず美顔、このコロコロをしていたんです。美顔ローラ小児針っていうやつを。あれ聞くの？あれ聞きます、聞きます。1日2回やってて、ここ2分2分1分1分もう全部で15分くらいかかります。2回結構長いよ。2回も2分やってます。もっとやってますよ。やりすぎたらダメです。1日2回ま でやりすぎたら逆にむくむので、そう1日2回でやっぱり日々の積み重ねが大事じゃないですかね。美容番長と私は勝手に名付けました。やりすぎたらダメね。そう大事です。でまっすーはですね、ブログが結構頻繁に、そうブログといわず SNS なんですけど、最もう私前まで飽き性で全然できなかったんですよ、本当に。でも最近はもう集中してもうこの時にやらないともうできないと思って、もうその時にもう一生懸命休憩中に書いて、とりあえず上げてよし達成。だっていつ見てもまっすーお仕事 の PR とか告知とかいつも SNS 開いたまっすーが上がってきてます。見られてね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。マス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 またマス。あ、すごいね。すごいです。真面目ですね。いや今ね SNS とかでも見てほしいな。そうですね、まあ、始まります。ぜひ見てください。顔はめパネル機能を取って私顔はめパネルめっちゃ好きなんですよ。あれ自分映ってるのに横に。いやびっくりしましたもん。衝撃でしたよ昨日見た時。めっちゃ嬉しかったです。で私 のやり方としては皆さんね多分1人で来られてる方とか恥ずかしい方いらっしゃると思うんですよ。そういう方はぜひねパネルだけ取って持って帰ってください。で、はい、後で自分の顔だけアップで撮るんですよ。でそれを合成するんですよ。合成そのまま合成していいか。それをね昨日やったやつが私 のツイッターにアップされてるんですよ。めっちゃ上手かったです。自分で寝たらきれいに入ってるんで、もちろん表情もしっかり作って入ってるんで、ぜひご覧ください。そしてあさみちゃんはですね、とにかく寝る。寝てますね結構。おっとり系やね。本当になんかもう体力の温存をとって、あいまいまい寝てます。おっとり系に見えるのですが、先ほどちょっと1号館に行った時にエピソードがあったそうで、1号館じゃなくてね4号館にちょっと行かせていただいたんですけど、その時にね働く車コーナー
っていうコーナーがあって、いろんなね働く車が展示されてるんです。その中にあの大きな自衛隊のかっこいい車があったの。それを見た瞬間、乗れると知った瞬間のこのテンションの上がりを見ました。静かな感じ。そうなんですよ。あれ乗りたいですっていう。そう、ダダコ出てたんですよ。ダダコ出てたんですよ。可愛いではいかない。やってみたい、乗りたい、どういう風に乗りたい。乗りたい。絶対あれ乗りたい。お願いしますってやってましたよ。お願いします。それはレアな感じ。でも結局乗れず。時間がなくて乗れなかったね。意外となんか、あ、働く車やーって終わりしたぼーっとした感じで思いきや、うん、そうなんです。あの好きなものを見つけるとすごくテンションが上がるなって昨日から見て思いました。昨日もありました。昨日発見して昨日もありましたね。